どうも鶴ののベーースス田一郎ですす、えー、オールタイムククラシックス今月ももありますもうすぐですねあと1週間ぐらい福島公演と新潟公演あるんですけどもまあアルバムも無事ね何をやるか決まりまして福島は、えー、ラブソウルですね新潟は僕なりですか、はあ、やるんですけどもまあちょっと今日は福島公演、えー、ラブソウルの方ですかね。 えー、ラブソウルはね2014年のね9月10日発売お9月10日発売 ?9 月10日あっあっついの誕生日の前日だったんですね2014年の9月だからもう67年前ですね7年もうすぐ8年かすごいね8年ってなかなかですよ8歳ですよこの時生まれた子供がで2014年9月何してたかなと思って見てみたらえいって遡ってみたら、えー、発売日当日は えー、スタジオ。うん、なんか前回もこれ言った気がするね。デジャビューですね、これね。スタジオ。でね、その後にね、これいいですよ。ロッキンオンジャパン取材っていのが入ってて、いいね。ロッキンオンジャパン。ちょっとそろそろまたお願いします。はい。でね、まあ、そのやっぱり、ね、リリースタイミングだから、やっぱ前後やっぱキャンペーン行ってんだよね、やっぱね。もうすごいですねこの、この時もね、岡山、松山、愛媛、高松、広島、大阪行って。で、なんかその発売日の2日前には僕、僕、市川世界ってね、あの、 ソルメイドレコードに所属しているソロシンガーですけど、市川世界くんのバンドのバックでライブやってたりとかね、いろいろやってます。その後前橋、タワーレコード渋谷でインストアライブがあって、浜松、名古屋、広島、熊本も、福岡、福岡、広島、仙台、仙台、えー、大阪、えー、梅田、ヌー茶屋町インストア、名古屋、パルコインストア、えー、ナックファイブえ5生出演、k a k あ、TBS ラジオ生出演、スタジオ、ああ、もう。 絶好調にやってるわけなんですねいやー懐かしいな,この頃、ね、なんかあのリハをね今日もやってきたんですけど結構ね何だろうこのアルバムの曲で意外とねそんなに頻繁に出てない曲ライブのセットリストの中にがねわりかしなんか俺の中で多いなってイメージがあってなんでそう思ったかっていうと今日リハーサルでやってみてあのすーげえ忘れてる <laughs> あれ俺これ何やってたっけみたいな。 この曲どうなってたっけみたいなのがね結構頻度が多かったんでアルバムうして鶴はもう18年やってますからねそこはもうバッチリですよでラバンドソウルなんか思い出あるかなと思って考えてみたらまあまずはねジャケットですよねこれはあのソウルメイト今夜の,あの MV とか撮ってくれたあの夏をくんっていうあとキャスミンっていう女の子が2人で、ね、いてそのチームがあるんですけど若手のね にお願いして当時20代前半ぐらいの夏男くんが「サイケなのやつ作ってくれよ」って言ったらこの「ラブソウル」の結構サイケのね分かんない人はちょっとホームページ見てみてくださいいい,い,い,いいですよねちょっとドロッとした感じっていうかねでもタイトル「ラブソウル」っていうかこのギャップがたまんないなっていうなんかその思い出がありますねおおすごいジャケット着たなーみたいなでねなんかやっぱ中のね曲っすよね曲曲はまあまあまあまずその1曲目の「ライフ・イズ・パーティー」はね何があって 思い出かまあ音を撮った時もそうですけどあのミュージックビデオがね今でもね上がってるんですけどあれなんかみんなでこうワイワイパーティーナイトみたいなことをやってるやつあれねえっ、ー、と桜めりめのりょうさんドラムのりょうさんが、えー、やってるバーですね中目黒にあるバーウップスっていうあそこをねちょっと借りて仲間を呼んで撮ったっていう思い出があってその,、まあ、その作品も夏くんがね撮ってくれたんだけどうんなんかあの日面白かったななんか久しぶりの人 に連絡してちょっと来てくださいなんて言ってまあ、いきなり呼んだからなかなかね急に来れなくてそうフルシューレコーディングエンジニアのフルシューなんかも登場してたりとか、うん、いい思い出ラー・イフ・イズ・パーティーはライブでもほんと結構重宝しましたねいっぱいあって、うん、今回も盛り上がるでしょうあれはねアコースティックアレンジにしたりとかでインスタライブやったりとかもしてたんでこの時期に結構いろいろやったなあっていう感じですねあとねやっぱタイトルチューンのラブソウル あれがね、ほんと今日リハやって思ったんだけどね、何中曲作ったんだと、アギナー氏。このアルバムね、結構何中曲作ったんだか結構多いんですよ。あのま,まずね、ややこしい構成が。このアルバムじゃないけど、あの翌日のあれか、新潟公演でもやるけど、あの雨にも負けずとかね。 あれとかもややこしいけどラブソウルもね結構構成がなんかこうちょっとひねってあるんだよねこれがねまあそこがいいとこなんですけどもラブソウルいやかっこよかったですね今日もやった感じ仕上がるでしょうあの頃よりもえかなりいい感じでできると思います先にハードルを上げておきます、はい、あとはねそうですねトリップメーターとかも結構そんなに頻繁には出ないんだけど結構ああいう車系の曲だからちょっとあの高性能とかもそうだし フリーウェイとかもそうだし乗り物系、えー、と恋のガソリンとか結構バッツリ乗り物系作るんですけどねその中でもトリップメーターはそこまで出ないまあ出ないかな、ね、あれもね結構ねやっぱねなんだろうなシンプルでビートが効いててこうノリノリの曲でイメージはサビのブーンブーンブーンでこうみんなでこう手振ったりペンライト振ったりみたいなペンライトはちょっと古いのか何かやったりするイメージのワイパーをね でもなかなかね俺たち演奏して歌ったりする方でいっぱいいっぱいでねなかなかそれがね想像以上にはできなかったことが多かったかななんて今ちょっとふと思い出しましたね今回は大丈夫でしょうええでゆとりがあるんで今日のリハではテンパってましたけど当日までゆとりがあるんで大丈夫ですあれのねやっぱこの入り口出口の,あのバイクっていうか車みたいなブーンブーンブーンみたいなあれ久しぶりに聞いてもやっぱよくできてるねあっついがなんかあの 歪ましてベースあギターをジャーンって歪ましてチューニングをドゥン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 こうペグをこう回しながら動かすとねブウィンブウィン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 みたいなあれはねなんかまあレコーディングってな、うんでバレなんだなっていうか音楽を表現したいようにす,するためにはまあどういう手段を使ってもかっこよければいいんだなっていうのを発見した感じですかねあとラブソウルこの時期まあだから67年前だから俺3十 1> 1とか2だよね、うーん何つうかそうねだから47都道府県ツアーもうまだ回ってないのでうーんやっぱ今のツールに比べたら一回りぐらいちょっとこうシュッとしてたのかなうんシュッとしたのかな今は割とこうねいろんな意味でこう体感がどっしりしてきてる感じがするんですけどね、まあ、でもなんかそのフレッシュさとこの今やるツールのやる感じがこう混ざって当日はいい感じになるんじゃないかなと。 福島公園ですからまあお客さんはね、えー、ソウルメイトはね、えー、今までよりもちょっと限られた人数でまたやりますけども、まあ、もちろん配信もあるしなんか福島のパワーってやっぱ前からすごいんですよ特に2011年の震災以降も鶴はねあの福島は必ず行っててやっぱ福島のパワーすげえなーっていうね盛り上がり方と楽しむぞーっていう気持ちとうーんなんかこっちも乗せられてちょっと熱くなりすぎたり力みすぎたりしちゃうぐらいのこのパワーがあるんで。 まあ今回こうマスクして声出せないとかね人数がちょっと制限されてるとかありますがまあ熱量的には何の問題もないと思うので,でしかもあの安定のというかお世話になりまくってる福島アウトラインでやりますよえ今回もちょっとあの前回の配信で僕成功したというか構想したんでそのやり方でお客さん現場のお客さんと配信に向かっている音とこう。 分けられたらいいなって今思ってるんで頭現場の PA さんのとの話し合いとかシステム次第なんですけどいい音になるんじゃないでしょうかなんかわかんないよ今日のリハでアッツいが普段使わないギターを持ってきてたりなんかしたからもしかしたら使うのかもしれませんそれはちょっと分かりませんああと一個忘れてたアッツいが昔使ってた黒いレスポールっていうのがあるんですよギターがねあれずっと眠らしててもったいないなもったいないなと思ってて俺にちょっと貸してくんないいやちょうだい 勝手にいじって俺使っていいなんて言って今ちょっと借りてるんですけど出来上がったのよそれがそれねなんかねすごいいい感じっぽくてどうやらあついが知ってるクロレスポールより音がいいんじゃないかっていうところまで持っていけたのでちょっとこのリハに持ってってみて、うん、鳴らしてみてもしかしたら本番使う、うんまあそれはないんかなまあでも今後俺が弾きますんではいまあいろいろ楽しみがありますけども、まあ、2010年から2021年、えー、に、えー、時空を飛んでねこのラブソウルという音楽が。 福島でどういう感じになるのかそして配信で全世界にどう飛ぶのかお楽しみにしててくださいはいじゃあ最後は弾きます、えー、この中のアルバム曲でも、えー、唯一唯一かな、えー、ベースこれねこれこれこれはちょっと秘密があるんです詳しくは調べてくださいはいこれを使ったやつこれやってみようラブラブラブ ཀན 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 酒う。